こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さっきおじいちゃんと孫が仲良く手をつないで歩いてて、ほっこりしちゃったわ。おじいちゃんこって子も結構多いよな。祖父母は叱るより甘やかされる方が多いものね。私もおじいちゃんに甘えてみたいわ。甘えるって年でもないだろう。親にとって子はいつまでも子供と同じように、祖父母にとってもいつまでも孫なはずよ。まあそうだろうけど、ちなみにどんなおじいちゃんが理想なんだ？そうね、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんとか。友蔵か。友蔵、心の俳句も好きよ。じゃあそんな友蔵が実は意地悪なクズじいさんだったって知ってるか？どういうこと？友蔵はいつもまる子に優しいおじいちゃんじゃない。じゃあ今回はちびまる子ちゃんのおじいちゃん、桜友蔵について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。1、桜友蔵のプロフィール。ちびまる子ちゃんは作者桜桃子さんの少女時代を投影した作品となっている。実際に桜桃子さんが1970年代を過ごした静岡県清水市が舞台だ。まる子が作者自身がモデルであるように、周囲の人間にもモデルがいるキャラもいる。しかし、作品オリジナルなキャラも多数いるぜ。まる子が作者のモデルなら、当然家族も作者の家族がモデルなんだよね。ああ、じゃあ友蔵も祖父がモデルってことか。実際はどんなおじいちゃんだったんだろう。桜友蔵は広志の父で1898年10月3日生まれの76歳。どんな時でも丸子の味方をする一番の理解者だ。父方の祖父だったのね。妻の子竹さんの間には3人の子供がいる。長男に一郎、次男が広志、三男の名は不明だ。おばあちゃん、小竹さんって言うんだ。おばあちゃんは作中の出番が家族の中で一番少なく、名前が公表されたのも2004年と遅かったんだ。ちび丸子ちゃんは主人公の丸子目線だし、おばあちゃんって呼ばれているから仕方ないか。友蔵も心の俳句がなかったら、あんまり名前の出番ないものね。確かに、友蔵は優しい性格で丸子のことを甘やかしがち。丸子に付き合って怒られることもしばしば。好きな食べ物は湯豆腐、納豆、ウニらしい。やっぱり優しいおじいちゃん。そんな友蔵には地方の気があるようで変な発言で茶の間を凍らすこともよくある。地方。でも年も年だもんね。よくそうじゃったかのう。って言うだろ。そういえば、そんな様子の友蔵を丸子がやり込めることも結構あるな。丸子に乗せられて小遣いを渡して後悔したりするが、そんなことがあっても二人の間には深い絆があるようだ。やっぱりいいわね。どんな時でも味方っていうのが嬉しいわ。2、リアル友蔵は意地悪なクズじいさんだった説。では次は桜桃子さんの祖父について説明するぜ。桜桃子さんによると、性格は正反対であり、意地悪で冷たく、家族の中で一番嫌っていた。ずるくて意地悪で怠け者で、嫁いびりはするし、母も私も姉も散々な目にあった、と残しているぜ。全然違う。リアル友蔵の方は老衰のため84歳で亡くなったが、家族は誰も泣かなかったらしい。桜家の女性たちには嫌われていた様子だったけど、息子の広志ですら泣かなかったの。広志どころか身近な人は誰一人泣かなかったらしい。友蔵の血縁者という親戚にあたる老婆だけが泣いたが、桜桃子さんも見たことがない方だったそうだ。一家と付き合いがあった人ではないのね。リアル友蔵を知る人ではなく、そんな遠い関係の人が唯一泣いただけって、よっぽど嫌われていたんだろうな。まあ、お母さんをいびっていたような人だもんね。友蔵が嫌われていたのはそれだけではない。インチキもするし酒も飲むしといいところはなかった。さらにクズエピソードもいくつかあるんだ。よっぽどのことがないとみんなに嫌われるなんてないよね。一体何をしたのかしら。友蔵のクズエピソードには次のようなものがある。一つ目は孫のお風呂を覗くだ。あかんやつ。孫ってことは桜桃子さんが覗かれたの？いや、被害に遭ったのは姉ののり子さんだ。そんな名前だったっけ？ちびまる子ちゃんではお姉ちゃんの名前は咲子になっている。こちらもお姉ちゃんと呼ばれるから、あんまり名前は知られていないかもな。確かに、咲子って言われてもピンとこないわ。そんなのり子さんの入浴をリアル友蔵はボケたふりして覗いたそうだ。クズエピソードに挙げられるくらいだから、それなりの年齢になって起こったものと思われる。孫に対していやらしい目を向けたってこと？ありえなすぎる。というかふりじゃなくて本当にボケていた可能性は？もちろんそれもないとは言えないが、桜桃子さんはボケ方が怪しいと思っていたようだ。身近で過ごした桜桃子さんがそう感じるなら怪しいわね。祖父にそんなことされるなんてトラウマになりそう。こういったことがあったからか、家族の中でも特に姉が祖父を嫌っていたらしい。こんなことされたら当然よ。二つ目は食べていないととぼけて食べようとするだ。先ほどのボケたふりと似たようなものだが、好物のおかずが出た時にこの方法を使用していたようだ。好物の時だけならますますふりの可能性が高いわね。わざわざとぼけてまで要求するなんて食い意地張りすぎでしょ。
年をとってもたくさん食べれるのはいいことだが、好物の時だけってのがまたずるさを表してるよな。一人一つずつだったら他の家族が食べれなくなるのに、そういうところは考えていないんでしょうね。三つ目は孫の貯金箱からお金を盗むだ。被害に遭ったのは桜ももこさん自身だぜ。孫のお金に手をつけるなんて。リアル友蔵が亡くなったのは桜ももこさんが高校2年生の頃だったから、お小遣いを貯めたものだろう。孫がコツコツ貯めた貯金を奪うなんてひどすぎる。聖夜食や金に執着している様子はよくに忠実な人物だったということがわかるな。しかもそれぞれ被害者が母、姉、妹だし、桜家の女性たちが嫌うのも当然ね。3、メルヘン沖な。そんなリアル友蔵が亡くなった時のエピソードも、エッセイ本桃の缶詰で書かれている、タイトルはメルヘン沖なだ。今までの話からメルヘンな様子はなかったけど、タイトルの意味もしっかり書かれていたぜ。それによるとリアル友蔵は5月の土曜日の夜に亡くなった。深夜12時頃、祖母にじいさんが息をしていないと呼ばれ、驚いて祖父の部屋に向かった。そこには口をあんぐりと開けたまま動かないリアル友蔵が、あまりのバカ面に父も母も桜桃子さんも力が抜けて笑ってしまったそうだ。亡くなった人に対してその表現はと思うけど、クズエピソードを聞いたら仕方ないとも思うわ。お医者さんを呼ぶと一目見ただけで大往生ですねと言われ、死因は老衰。多くの人に嫌われていたが、最も幸せな最後を迎えたようだ。自宅の布団の上で静かに息を引き取るなんて確かに理想的ね。あれだけ好き勝手に生きていたからこそ天寿を全うできたのかもしれないわ。確かにそれはありそうだ。その後、親戚が続々と集まり始めた頃、姉が部屋で寝ていることを思い出した。慌てて起こしに行き、じいさんが死んだよと告げると、姉は嘘っと言って飛び起きた。その目は期待と興奮に満ちた目をしていたそうだ。ひどい目にあったもんね。そこで桜ももこさんは顔がムンクの叫びみたいでとても面白いけど、亡くなったんだから決して笑っちゃダメだよと忠告した。恐る恐る友蔵を見に行った姉はちらりと見るなり転がるようにしてうずくまり、笑い始める。いくら面白くてもダメだよと追い打ちをかけると、とうとうひっくり返って笑い出してしまったそうだ。家族に嫌われていたけど笑い転げるなんて、憎き相手が亡くなったからだけじゃないよね。そんなに面白い顔だったのかしら。桜ももこさん自身も言ってたくらいだし、よっぽどだったんだろうな。亡くなった人の顔を笑うなんて失礼だけど、最後の姿が家族の笑顔になるって逆に幸せじゃない？ざまって感じの笑いではないしな。さて、次は葬式での様子だ。翌日には互助会の人たちがやってきて、葬式の準備をあっという間に済ませてしまった。この時、リアル友蔵の顔には祭りと赤字で書かれた手拭いが巻かれていた。さすがにお祭り気分まではやりすぎじゃない？いや、リアル友蔵が口を開けたままだったため、閉じるために頭から顎にかけて巻いていたんだ。本当は白い布が良かったが、亡くなったのが夜中だったので用意できなかったんだ。そういうことね。ここでも桜ももこさんがじいさんの口から祭り囃子が聞こえるね。と言い、姉は再び笑い出してしまったそうだ。なんかそういうこと言えるのがすごいって思っちゃった。さらにリアル友蔵の身長が高かったために棺桶が合わず、体をくねらせて収めることに、その時に数珠を絡めて重ねていた手が頬に来ており、その姿が夢見るメルヘン少女のようなポーズになった。あ、それがタイトルの由来？正解、友蔵の最後の姿は姉妹にたくさんの笑いを与えたようだ。嫌な目にあったのに最後に笑いになるなんてね。お通夜の翌日にリアル友蔵は火葬された。ここでの弔辞が印象的だったそうだ。どんな内容だったの？リアル友蔵が老人会の会長をしていたこと、世のため人のために働いてくれたというものだった。それだけ？ああ、老人会のことしか言っておらず、弔辞を述べた人が親しくなかったことがよくわかったそうだ。普通、弔辞って個人と親しかった人が読むよね？そういう人がいなかったってことだろうな。家族以外も好ましい人物ではなかったのかしら。外でどんな人物だったかは不明だが、親しい人がいないということは寂しいよな。こうしてリアル友蔵の最後を迎えたが、葬式のお土産の弁当が美味しかったと述べている。美味しい弁当を食べたことでじいさんも初めて生のため人のためになったと思ったそうだ。確かにクズだったけど、なんだか悲しい気持ちになってしまったわ。リアル友蔵自体がかわいそうっていうか、生き方がなんとも言えないね。4. なぜアニメや漫画の友蔵は優しいのか。この通りリアル友蔵はクズであったが、ではなぜ作品での友蔵が優しいのか。それは桜ももこさんが理想のおじいちゃんを描いたからなんだ。なるほど。いろんなエピソードがあったけど、とても漫画にできるようなキャラじゃなかったもんね。作品での友蔵はほのぼのキャラだしな。あれが意地悪じいさんになったら、ギスギスした桜家になりそうだぜ。それが現実なんだけど、アニメや漫画で見たいとは思えないよね。でもその現実があったからこそ友蔵が生まれたとなると、物悲しい気持ちになるわ。
桜ももこさんの理想のおじいちゃん像がみんなの理想のおじいちゃん像となるのも当然だな。せめて作品の中ではおじいちゃんと仲良くしたかったのかな。そう思うと桜ももこさんは、祖父に対し、嫌いな感情以外にも複雑な思いを抱えていたのかもね。本当に嫌いだったら関わりたくない、話もしたくないってなりそうなもんだしな。ネタとして仕方なくだったかもしれないけど、リアル友蔵の話を笑いに変えたのはすごいと思うわ。トラウマになりそうな話もあったけど、それを面白おかしくすることで克服しようとしたのかも。いずれにせよみんなの理想のおじいちゃん、桜友蔵を産んでくれたことは嬉しいことだわ。というわけで今回はちびまる子ちゃんの友蔵について紹介したぜ。リアル友蔵は確かにクズだったけど、友蔵はそうではなくて安心したわ。でも、今までのように、純粋にまる子と友蔵の祖父と孫のやりとりを見れなくなってしまったかも。実際の話を聞くとなんとも言えないよな。リアル友蔵も桜ももこさんも亡くなってしまったけど、天国では安らかにお休みしてもらいたいわ。もしあの世で出会ったら、案外そっちで仲良くしているかもしれないな。もしそうならそっちではぜひ友蔵のように接してほしいわ。みんなは今回の解説はどうだったかな？意見や感想は気軽にコメントしてほしいぜ。よかったって人は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたねー。